サリエントデ・ガリエゴは、スペイン・アラゴン州、ウエスカ県のムニシピオ。アラゴン語では、サリエントデ・ガリゴ、または、サリエンデ・ガリゴだが、公式名はスペイン語名である。ホラタタボン、ピレネー山脈の山麓、ガリエゴ側が形成するテナダニに位置しており、アグアスリンピアス側がガリエゴ側に合流する地点に、中心市街地が形成されている。中心市街地から、 スペインフランス国境までは約1 0トルであり、修道 A-136 号線がスペインフランス国境に至っている。市街地の南側にはラヌーサ貯水池があり、1980年に建設されたダムによって16.86ヘクトメートル3の貯水量を持つ湖が築かれた。自治体内にはフォルミガルパンティコサスキー場やプルタレ峠などがある。 サリエント協会は2001年に重要文化財に指定された。山体の形状が特徴的なホラタタミネはサリエントデガリエゴの自治体域にあり、その他にはバライトス3がある。ヨーロッパの登山道ネットワークの一つであるグレーン -11 号線はサリエントデガリエゴの自治体域を通過している。の気候区分によるとサリエントデガリエゴは単体湿潤気候と 西岸海洋性気候の中間に位置する気候である。中心市街地の西2キロメートルにはフォルミガル集落がある。フォルミガル集落からサリエントデガリエゴを挟んでパンティコサまでの一帯はフォルミガルパンティコサスキー場となっている。フォルミガルパンティコサスキー場はスペイン最大のスノーリゾートであり、多数のホテルやレストランがある。97のコースを有し、うち7がビギナー用。 19が初級者用、33が中級者用、38が上級者用である。21のリフトを有する。2008年2月には世界ジュニアアルペンスキー選手権が開催された。27回目となった同大会で最も南に位置するスキー場での開催だった。アトランタオリンピックの団体総合で金メダルを獲得した体操選手の谷原丸かは、 ビトリアガステイス出身だが、2002年から数年間は、サリエントデガリエゴに居住していた。ありがとうございます。